こんにちは。名古屋セラピストオフィス、柴田敏夫です。今日もアロマテラピー1000本ノックをご覧いただき、誠にありがとうございます。ではまず20秒ノンシンキングタイムをどうぞ。 では、220回目の千本録を見ていきましょう。今日は、リンパ球に関する説問になります。877本目、B 細胞。これは、リンパ球の一種ですから、丸になります。878本目、T 細胞。これも、丸ですね。879本目、NK 細胞。これも、リンパ球の一種類ですから、丸になります。 880本目、マクロファージ。これは、リンパ球とは言えず、単球になりますから、ペケになります。今日のリンパ球について、もう少し詳しく見ていきます。まず、B 細胞の働きは、これは、抗体酸性となります。T 細胞は、キラー T 細胞、ヘルパー T 細胞、 サプレッサー T 細胞という3種類があることを覚えておいてください。それから NK 細胞というのはナチュラルキラー細胞のことです。880本目のマクロファージは T 細胞に抗原定時をする細胞としても覚えておいてください。はい、それでは今日はこれで終了になります。私のブログとこの YouTube 動画を 合わせてご利用いただけますと、あなたの勉強の効率がさらに高まりますので、読者登録、チャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。ではまた、明日お会いしましょう。